織姫井上。強くなりたかった。大好きな人たちに絶対怪我をさせたくなかったから。ということで、この人がお二人のお師匠さんになる夜市さんです。井上織姫です。よろしくお願いします。わしはまだお主たちに教えると決めたわけではない。そんな、私たちどうやら強くなれるのか全然わからないんです。力量もわからんものを教えられるか。わしのレッスンは実力の足らん者には危険だ。まず手始めにお主たちの力量を見せ。力量？それって何をすれば見せられますか？手合わせをしてもらおう。その上で勝った者から順番にレッスンをする。その方が効率がいいからな。女性と戦うなんて俺にはできない。ならばお主が後になるだけだ。暴力と手合わせの違いもわからん者に教えるのは骨だからな。佐渡くん、やろう。井上、夜市さんに私たちの力を分かってもらわなきゃ。だから、やろう。わかった。なるべく怪我はさせないように。大丈夫、私にはあの子たちがいるもん。ちゃんと全力で手合わせしよう。では始めてもらおう。お主たちの力、とくと見せてもらうぞ。わかった。Can you survive? Ready, fight! ということで、佐渡くんに勝った私は晴れて夜市さんの弟子、お師匠様もできて、やるぞって思った私は早速自分なりに考えたトレーニングを実行することにしたんです。で、わしらは何をしておるのじゃ。はい、師匠、石田君は尾行しています。なぜそんなことをしておる。実は師匠、石田君はピンシーで、黒崎君と同じくらい強いので、私としては胸をお借りしたんです。あの小僧と手合わせしろなどとわしがいつ言った。でも私より強い人との戦いは私を成長させると思うんです。え、なんでそれが尾行になるのじゃ。石田君が言っちゃう。おい、わしの質問に答えんか。だって百聞は一見にしかずってよく言うじゃないですか。ここならいいだろう。いい加減に出てきなよ、井上さん。あ、バレちゃってた。こんにちは、石田君。何の用か。尾行なんかするあたり、あまり普通の要件じゃないみたいだ。実は、石田君が黒崎君くらい強いから、お手合わせをしてほしいと思って。君の霊力が急激に高まっていたのは感じていたけど、や
めた方がいい。君はこっち側に来るべき人間じゃない。まったくだ。わしもそんな気がした。でも、私強くなりたい。だから、手合わせしてくれないかな。わかったよ。君に教えよう。安易な気持ちで戦いに挑むことが。はい、よろしくお願いします。Can you survive? Ready, fight! トウ！ヘッ！まだだ！ハッ！スマッチ！エイ！エイ！トウ！ヘッ！まだだ！ウッケー！スマッチ！エイ！ヤッ！ヤッ！なに？エイ！ヤッ！ヤッ！ヤッ！エイ！エイ！トウ！ヤッ！エイ！エイ！トウ！クライ！お願い！Don't give up! Ready, fight! トウ！ヒャッ！スマッチ！これなら…エイ！フッ！エイ！エイ！トウ！ターン！エイ！エイ！フッ！ヤッ！ここだ！ヤッ！ヒャッ！トウ！ヒャッ！スマッチ！お願い！エイ！エイ！トウ！ターン！これなら…石田くんとの手合わせはすごく勉強になる。シュンシュン立夏のみんなともうまく連携できるようになって、私もパワーアップを実感できました。だから翌日も朝から特訓を始めました。今度はもっと経験を積んでる人と戦おうと思って。で、今度は早朝から出かけるのか。お主一体何をする気なのだ。もちろんお手合わせしてもらうんです。月さんはいろんな経験を積んでるって昨日師匠も言ってましたよね。やつか、まあ現役の死神だからな。はい、月さんと黒崎くんよくこの公園にいる。それで強いやつとの戦いを通して成長すると。はい、どうですか。私、少しは成長してると思うんですけど。その点に関しては認めざるを得ない。お主、それじゃあ見ててください。私、頑張ります。あ、いたいた。おはよう、黒崎くん、くつきさん。おう、井上か。どうしたんだ、こんな朝早く。あら、井上さん、ご機嫌うるわしゅう。この霊圧、本気か。イチゴ、下がっていろ。だからって、お前何する気だよ。いいから、黙って下がっておれ。なぜ私たちとの手合わせを望む。霊力を鍛えるつもりなのか。うん、そのつもり。プチキさん、学校で会うときとは雰囲気違うね。クールでかっこいいな。鍛えてどうするつもりだ。それは普通の人間には必要のない力だ。いらぬ危険に身を投じることになるぞ。それも分かってるつもり。でも私は強くなりたいから。だからお願いします。ならば私は本気で行く。その力を封じるつもりで攻めるからな。それでも構わぬ。かかってこい。ありがとう、勝木さん。くつきさん、一手ご教示願います。来い。
You survive? Ready, fight! も見くびられたものだ。 Don't give up. Ready, fight. Winner! ゆるいちさんは今回はたまたま勝ったけど、まぐれは何回も続かないから、学校が終わってからそのトレーニングをやっていた私は、 その時見てしまったんです。よし、これでゆるいちさんに言われてたトレーニングはおしまい。はあ、疲れた。あ、朽木さん。 誰だろう、見かけない人だけど。ひょっとしてストーカーっていうのかな。うわ、ストーカーはいけないことだもん。やめさせなくちゃ。ルキアのやつどこ行きやがった。 なんだよ、お前俺が見えんのか。え、見えるよ。遊びがすぎる。でもまあしょうがねえな。姉ちゃん、あんたに恨みはないが死んでもらおう。え、なんで。これでも姿を見られちゃいまん。せめて一撃で決めてやる。 Can you survive? Ready, fight! Ready, fight! Thank you.
escape. Ready, fight! Winner! Can you survive? Ready, fight! この騒ぎは、そこにいるのは井上織姫。あ、朽木さん、もう安心だよ。東海さんをやっつけちゃったから。あやつは、あばらいレンジ。あれ、朽木さん、知り合いの人だった？どうしよう、私、そうとは知らなくて。十三体の次期副長候補、不器用さや恐怖を感じなかったの。この娘、一体何者なんだ？何をしている、騒がしい。メニューはちゃんと終わらせ。あ、ヨルイチさん、どうしよう。私、朽木さんの知り合いに手を挙げちゃって。ソウルソサイティの神話、しかもこの霊圧は副隊長クラスか。まだ大したことは教えていないという。本当に戦いから何かを吸収。恐ろしい娘だ。いろいろな意味で。ごめんなさい。